狼の鎧がさらに進化しました。どうも皆さんこんにちは、マミムンです。ということでマインクラフト 1.20.5 で追加される狼の鎧なんですが、なんとね、染色が可能になりました。このようにね、様々なカラーバリエーションを楽しめるようになったんですね。そもそも狼の鎧を作るには 1.20.5 で追加されるアルマジロからアルマジロの鱗を入手する必要があります。アルマジロをブラシで払うことによって鱗を入手するか、アルマジロが定期的に鱗をドロップするのでそれを使って鎧を作っていきます。狼の鎧はこのようにアルマジロの鱗を6つ並べることによって作ることができ、狼に着させるとこのような見た目になっていたんですが、さらにこのね、狼の鎧に染料を組み合わせることによって染色できるようになりました。もちろんね、様々な染料を組み合わせて自分好みの狼の鎧を作れます。さらに一色だけではなく、例えばね、白色の染料の後に青色の染料、そしてさらに黄色の染料と、このようにね、複数の染料を組み合わせて色を作っていくこともできるんですね。そして完成した狼の鎧は飼いならされた狼に右クリックでこのように着させることができ、ハサミを使ってこのように回収することができるので簡単に着せ替えを楽しむことができます。かなり自由度が上がりましたね。さらに 1.20.5 からは首輪のデザインもね、立体的に変更されるので、例えば紫の狼の鎧に対して首輪も紫にしてね、統一感を出したりと、様々な楽しみ方ができます。狼の鎧が染色できるようになったことによって個性豊かな見た目を楽しめそうです。さらに今回から狼の鎧がダメージを受けると、はい、こんな感じにね、ひびが入るようになりました。さらにダメージを受けるとこのようにね、よりひびが深くなり、どんどん傷ついた見た目になっていきます。アイアンゴーレムにも似た仕様がありますよね。そのままダメージを受け続けると最終的には鎧が壊れてしまいます。このように段階的にひびが入った見た目になるので、狼の鎧がどれほど傷ついているのか見た目でわかるようになっています。実際にね、ひびの入った狼の鎧を回収してみると、このようにね、耐久値が減っていることがわかります。このひびの入った狼の鎧はアルマジロの鱗を使うことによって修復していくことができるんですね。アルマジロの鱗をひびの入った狼の鎧に使うことによって、このように徐々にひびがなくなっていき修復されていきます。完全に直すには複数のアルマジロの鱗が必要になります。またカナトコでもコストが必要になりますが、修復していくことができます。また狼の鎧は壊れるまで完全に狼の体力を守るので、狼がやられてしまう場面がかなり減りそうです。ただ窒息などのダメージは直接受けるので注意が必要です。また鎧がなくなってしまうと、もちろんね、倒れてしまうので、定期的にアルマジロの鱗を使って狼の鎧を直していく必要がありそうです。また鎧を着ている場合、真横でね、クリーパーが爆発しても鎧にひびが入る程度で、狼は全くダメージを受けていません。現状このようにダメージ軽減や耐久力などのエンチャントを付与できますが、エンチャントの効果は受けないようです。 UI が大幅に変更です。ということで、これまでワールド選択画面などの見た目はこのような感じでしたが、新バージョンから背景が透過され、このような UI に変更されました。他にもゲーム設定画面やワールドの設定、その他の設定など、こういったところもね、背景が透過されています。かなり雰囲気の変わる変更ですね。この透過された背景をね、元に戻す方法もあります。メインメニューの設定からリソースパックに進むと、左にプログラマーアートと書かれたリソースパックがあるので、こちらを適用すると、これまでのバージョンのようにね、背景が土の見た目に変わります。ただね、一部がこのように透過されている部分もあり、完全に元に戻るというわけではないようです。他にもゲームメニューを開いた時のこちらの背景ですね、こちらがぼかしの入った見た目に変更されました。Q
旧バージョンではね薄暗くなっていただけなんですが、こちらがこのような見た目に変更されました。このボケ具合は設定からアクセシビリティ設定に進むとメニュー背景のぼかし具合を変更するスライダーが追加されているので、標準では 50% になっているスライダーをね上げてあげるとよりボケた見た目になり、逆にね 0% のように下げた状態にするとボケ具合がなくなります。比較してみるとこんな感じですね。自分の好みに合わせてぼかし具合を変更できます。この変更はインベントリーやジェストを開いている時、本を見ている時などの背景には影響しません。またエンダードラゴンを倒した後に出現するこちらのエンドポータル、入るとねエンドクレジットが流れるんですが、そのエンドクレジットの背景がこのようなポータルのデザインに変更され、アニメーションが再生されています。これまではねこのような土壁の見た目だったんですが、かなり大きく変更されましたね。またこの背景のねポータルデザインはポータルに入った瞬間のこのね柄とぴったり合うようになっています。マインクラフト 1.21 の様々な仕様変更です。前回追加されたボグドの見た目が変更されました。特徴的なのはこの頭に乗ったキノコですね。立体的なキノコが生えた見た目に変更されました。旧バージョンと比較してみるとこんな感じです。全体の色合いも変更され、頭に乗ったキノコもかなり特徴的です。こちらは背面ですね。骨の色合いもスケルトンに似た見た目に変更されました。またね、頭についている立体的なキノコなんですが、なんとボグドにハサミを使うことによって、はい、このような感じにねキノコを回収することができます。落とすキノコの種類はランダムですが、必ず2つのキノコをドロップします。このねハサミで回収した時、ボグドの見た目が変わるのもなかなか細かいですね。ボグドね、もちろん敵モブなので回収するのも命がけです。キノコの新たな入手方法が増えました。ハサミでキノコを回収するといえばムーシュルームもいますよね。ムーシュルームはキノコを回収すると牛になりますが、ボグドの場合はスケルトンにはならないようです。ボグドについてはこちらの動画で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。宝物庫の見た目が変更されました。オレンジ色の部分もね位置がかなり変わっています。